嘘。もうしんどいよ、2回目は。我は大魔王マデサゴーラ様から無敵の体をいただいたのだ。決して滅びぬこの体がある限り、貴様らごときに破れはせぬ。そうか、大魔王の加護を得た魔族は通常の攻撃では倒せないのだったな。なんてこと。このままじゃみんなもルシェンダ様も。あ、ごめん、見ると忘れてた。アンルシア様。ミルタさん、無理に喋っては。信じさせてください。私に信じさせてください。あなたが勇者であること、トーマの死が無駄ではなかったこと、友が立派に務めを果たしたこと。ミルトさん、立てアンルシア。我が友トーマの生きた証を立ててみせろ。わかりました。見ててください、ミルトさん、兄様。お？音楽が変わった。偽の世界で魔勇者を倒した時と同じように力を合わせましょう。え？いやもうほんとね、困ってたのよ。ってことはまたやるのか。もう一回か。しんどいな。まずは貴様から始末してくれるわ。はい、同じでいいのか、攻め方を。読みの衣もね。はい、このパターンはアンルシアが衣を剥ぐっていうやつだね。じゃあ今は何をやってもダメそうだから、何がいいかな。殺人の呼吸。あ、でもみんな回復してんだよな。いやータップダンス。はい、じゃあマジックバリアで作ると、で勇者の光、これだろ、これがやらせたかったんだろ。魔を知り、よし。じゃああとは攻めつつ、ルシア使って動けないの。はい、右ストリスを打って、右ストリス、でもう一旦制限。どうしよう。2回やったから水陣の竜巻弱。よし、そしたらもう超早ぶさ。そこです。2600。もう一回超早ぶさ。いきます。1800。強で、右ストリス2段階目。右ストリス、よっしゃ、ナイスカウンター。いや、ちょっとそれきついんす。はい、エンドオブシーン。はい、こうで、あ、そうだ、思い出した、バイキあるでしょ。アンルシアにバイキルトで、アンルシアが超ハビさ、強いね。で、はい、ティンクルバトン、アンルシア。いやー、いいね。じゃあどんどん攻めるよ。
はい、バイ、マイユにもバイキルト。はい、なくなっちゃった。キリ。援護します。ああ、やっぱキリダメか、効かないか。いや、アンルシエルとほんと楽よ。強い最高言うことなし。あー、ここは効かないか。よし、スクルト。あー、マジバリはいいや。何しよう。あ、キラキラポーン。あー、来た来た来た。じゃあ耐えるターンですね。来たー。はい、速攻勇者の光。もうこれで終わるでしょう。なんならラーガスやることないから魔法とか。900。聖剣2000。やば、バイキルトかけとこう。もう一回ちゃんとで、アンルシア使われて動けないけど、バギムーチョが900だもんな。やば、これこのターンで終わるんじゃない。4000。いやー、なんだろう、アンルシアがいるだけでめちゃめちゃ強えな。いや、フーラがやっぱ、いやでも最近フーラの役立ち加減がすごいわ。相手にデバフが入らないってなるとやっぱバフの力が高いか強いからね。フーラ育てるか、ちょっと。最強に近づいたな。やはり間違いないな。のんびりしている暇はないわ。早くゼルドラドを追わないと。待て。少しは自重するのだ、アンルシアよ。この者たちがいなければそなたは死んでいたかもしれんぞ。ところで二人に話があるのだ。そなたがアンルシアを助けた時のあの技だが。知らん技使ってたよね。ルシェンダ様、そのような話をしている暇はありません。一刻も早く先へ向かいましょう。私は勇者なのですから。また？ちょっと、もうこの先戦闘ないといいんだけど。やれやれ、懲りておらぬな。とりあえず話は後だ。今アンルシアを追うとしよう。覚えておけ、これからの魔族との戦いはそなたとアンルシアの協力が必要不可欠となるだろう。いや、私もそう思います。アタッカーを失った我々パーティーには辛すぎます。じゃあ先行くか。元気タイム使っとく。いやー、ちょっとアンルシア頼みますよ。もうパーティーから外れないでほしいです。うわ、何あれ、何あのまがまがしい。でもなんか綺麗だよね、どことなく、ね、やはりな。悠久の時の間に神の秘跡は力を消費し、随分と弱まっているようだ。
神の奇跡さえ破壊してしまえば、この地は守りを失い、大魔王様の作りし世界が侵食を果たそう。来た。そこまでよ、魔元帥ゼルドラド。ほう、ガルレイを倒したか。少しはやるようだな。面白い余興を思いついたぞ。一つこの者と戦ってもらおうか。邪魔をするなら相手になるわよ。まあ絶対兄じゃん。立ち筋でわかんじゃないの？もう始まっていたか。ほう、これはこれは見違えたぞ。思った以上にやりおるわ。黙って見守っているようだが、手助けしなくてよいのか。貴様らが協力すれば勇者が勝つかもしれぬぞ。よく言う。私たちが隙を見せる瞬間を先ほどから伺っているくせに、そんな手に乗るほど猛獄しておらんわ。なるほどな。貴様はなかなか頭が切れるようだ。お、仮面飛んだ。そんな。兄様、トーマ兄様が生きて。いや、操られてるだけとかじゃないの？さすがに。私は大魔王様に仕えるもの。お前の兄などではない。こっちがフォメロスだった。その男は大魔王マテサゴーラ様によって黄泉の世界から舞い戻った闇の勇者。勇者の持つ力を欲していた大魔王様は、小娘、真の勇者である貴様を捕らえ、操り人形にするつもりであられた。だがたまたま手に入った代用品でも十分に役割を果たせることが判明してな。大魔王様もその男で満足しておられるわ。そんな、兄様が。もういいだろう。トーマよ、使命を果たすのだ。壊しちゃった。神の秘跡は砕け散り、いずれ侵食が始まる。この地はもはや用済みよな。行くぞトーマよ。やはりいいものだな。絶望した者の顔を見るというのは。
いや辛いよねこれは。うわーめっちゃ睨んどる。兄様どうして。どうしても何も操られてるだけだと思うんですが。ここはもうダメだ。私はアンルシアたちを連れて脱出する。そなたたちも早く逃げるのだ。トーマ、アンルシア、アンルシア様、お立ちください。じゃあとりあえず戻ればいいのかな。いやーまあとりあえずグランゼドーラ城には戻ろうか。なんか星回ってない？どういうこと？とりあえず行くけど。おお、ご苦労だったな。アンルシアも少しは落ち着いたようだ。さて、早速だが本題に入ろう。これから重要な話をいくつかする。よく聞いておくのだ。まずそなたが十魔将ガルレイと戦った際にアンルシアを守らんと発動した技について。あの技は盟友の守りと呼ばれるものだ。盟友の守り。盟友の守り。同じこと。あの技を使えるということはすなわち勇者を支え共に戦う存在であることを示す。この者こそが勇者の盟友なのだ。お、導きの盟友。彼が盟友。そなたがアンルシアと共に現れた時からそうではなかろうかと思っていたが、どうやら私の予感は当たっていたようだな。盟友よ、これからもアンルシアを支え共に戦うのだ。これはそなたにしかできぬ使命だからな。分かったな、アンルシア。勇者とは一人で戦うものではない。常に盟友が共にいることを忘れるな。はい。さて、次の話をするとしよう。ああ、そうだね。トーマが破壊したあの石だが、それそれ。あれは神の秘跡と呼ばれるもの。あれやばいんじゃないの？壊されたら。ゼルドラドの言葉を信じるなら、どうやら神の秘跡を破壊されると大魔王による偽のレンダーシアの侵食が進んでしまうらしい。では、神の秘跡とは何なのか。詳しくは古き神の遺跡を研究している専門家に解説してもらうとしよう。入れ。すごい知ってる人来るのかなと思ったら知らない。ん？いや。このものはロッサム博士。そうだね。あの古き神の遺跡を研究している学者だ。はいはいはい。サブストーリーでメインストーリーで出会いましたね。神の遺跡について詳しく説明してくれ。顔よく見てなかったから忘れちゃったけど。神の秘跡は人間の神グランゼニスが自らの血で作り出したレンダーシアの血を邪悪な存在から守る要石と言われております。あの神殿にある秘跡は破壊されましたが、神の秘跡はレンダーシア内に全部で4つあるとのこと。本来魔族には触れることすら叶いませんが、長い歴史の中で力は衰えていき、今ではレンダーシアを守るだけで精一杯の状態です。ですがついに一度衰えた神の秘跡の力を復活させる方法が判明しました。どうしたロサム、急にテンション上がったな。それは勇者姫、あなたが持つ勇者の力を神の秘跡に注ぎ込むことなのです。さすれば秘跡はたちまち活性化し、神代の力を取り戻して何者にも破壊されることはなくなるでしょう。なぜか、それは勇者の力もまたグランゼニス神より賜りしものであると伝承に記されているからなのです。急にテンション上がるやつはキモいぞ。ちょっと気をつけろ。そこで
勇者姫にお願いがあります。あなたの体はとても興味深い。どうかあなたのことを研究させてください。変態ここに極めるね。ご苦労だったなロッサム博士よ。もう下がってよいぞ。ほらもうアンルシャ戦闘態勢で。すいません、古代史のことになるとつい興奮してしまって。ではこれにて。さて今聞いた通りだ。そなたたちにはこれから残り3つの秘跡を探し出し勇者の力を注ぎ込んでもらいたい。だがそなたたちも今回の戦いで己の未熟さを思い知ったであろう。あのゼルドラドを相手に回して神の秘跡を守るためにはさらなる力を身につけておかねばならぬ。私はそのための準備をしておく。そなたたちはその時に備えて十分に体を休めておくのだ。わあ、またなんかやらされるんだな。もう下がってよいぞ。ルシェンダ様、今回の戦いでは大変ご迷惑をおかけしました。これからは彼と共に頑張っていきます。あ、よかったよかった。しんどい。見ていてください。しんどかったよ。私の覚悟を。私はかつて勇者トーマの盟友タランとしました。その私にあなたが勇者であることを信じさせてください。そして我が友を闇からお救いください。アンルシアを守るという今回の任務を見事に果たしてくれたな。報酬としてこれを受け取ってくれ。あーやっと終わった。いやだいぶ一気に駆け抜けてきたなここまで。そうだ、トーマが蘇ったことはくれぐれも他言無用で頼むぞ。皆に知れ渡ればパニックになるからな。あーとりあえず一段落ですかねこれで。はい、次のクエストですかね。いや、一つ話して、もう今はいいっす。お腹いっぱいです。ほんとお腹いっぱいです。じゃあ、次のメインは集結 H の神。あ、なんか弟への贈り物とかあるけど。いや、まあとりあえず、今日はこの辺で終わりにしましょう。まあなんかトーマが生きてたり、生きてたんじゃないや。ね、トーマが出てきたり四天王みたいなのが出てきたり、四天王が出てきたってことは四天王が出てきて神の秘跡があと3つある。四天王は1人倒した。じゃあ一箇所ずつ各地で四天王と戦うんだろうね。まあそれはまた次回進めていくと分かるでしょう。それでは今日はねこんなところで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。